はい、どうもこんにちは、コットマンです。今回は人狼ジャッジメントというスマホアプリをやっていきます。いわば人狼ゲームです。それではスタートします。はい、始まりました。ちょっとエラーが発生しましてね、ちょっと一回ちょっと退出しちゃいました。うん、俺占い師か。なるほどな。オッケーオッケー。夜の行動。なるほどな。オッケー。まあ、ロディは人狼ではなかった。俺はメアリーです。9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0。深夜、夜も明け。Wow, wow, it's beautiful. 話し合い。カミングアウトどうやってやるんや。あ、OK。 占い師カミングアウト。カミングアウト。カミングアウト。生存が1、2、3、4、5、6、7、8、9。なるほどな。オッケーオッケー。ちょっとこれ完全に俺無視されてるな。どうしよう。喋ることないねんけど、ほんまに。多分ロディは強人やから。延長希望。延長希望。延長希望。だから多分。黒はローラかビルあたりやと思うねんけど。ちょっとこれどこつるな流れになってるんやろ。どこつる流れって聞いてみようか。聞いてみようか、一回。一回聞かなあかん。はい、また無視されたやつ。はい、また無視されました。悲しいな、ほんまに。なんで俺こんな無視されるん？ひどくない？中級者村やからってさ、こんな無視されることってある？ほんまに。占いは白しかおらんから、
それもグレーついでいいよ。もう俺目線もロディが強靭ってことは分かっているから、なんかマイクがなんか黒く見えんねんけど、たださ、もうちょっと時間が長いな、お前172秒とも長すぎる。マリアンヌは俺をシーン見てくれてる感じかな。そうやな。今んとこ人狼候補はもうマイクしかないねんけど、話すことがなくて困ってます。俺はまあグレーしか押せないよ。ちょっと、そうやな。え、どんだけさ延長されんの。目線のクレアからな。これ完全にちょっとマイク黒っぽいな。これもう今日の占いちゃんも決めたわ。長すぎるほんまに。一回一回は。マリアンヌ。マリアンヌ村目なんやけどな。30秒前。Wow.
これ完全に俺がちょっと人外に見られてる感じやな。そうやな。本当に申し訳ございませんでした。はい、嬉しいにいました。初日から死亡。はい、どんまい。